でもなんかここあれじゃない、この道、うん、なんか飲み屋街というか。そうだね。なんかでもそろそろラーメンとかも食べたくなってきた。麺物ね、すごいですね。この山本の髪の毛で、あのスナックの看板めものすごい揺れてるよ。風速が強いね。もうあれだ。あ、いい匂いする。あ、チャーメン。チャーメン。焼きそば。風強っ。やろ、ここ。はい。あ、すいません。あ、すいません。こんにちは。あ、いい匂い。あ、お腹空いた。こんにちは。どうしようかな。何する？チャーメンっていうのが気になるんだよな。チャーメンはね、あんかけのやつだ。あ、そうなんですか。まあ、好んでる若い人だから。あ、そうなんですか。食べていただきます。なんか他におすすめってありますか、チャーメン以外の。あ、野菜ラーメンの味噌。あ、じゃあ野菜味噌なんだよ。味噌味の関東麺。あ、ほら、味噌関東ラーメンってあるよ。味噌関東ラーメン食べたことない。あんかけ。ああ、なるほど、うん、それいきなり味噌じゃ関東ラーメンいきます。じゃあすみません、味噌関東ラーメンとチャーメンで。チャーメン、はい、はい、お願いします。ここって何年ぐらいやってるんですか？47年。うわ、めちゃくちゃいいなって。ああいうカウンターにさ、金魚とかさ、懐かしくない？なんかさ、お店とかのさ、入り口とかにさ、よく金魚とかさ、いなかった？で、あの、本当あの、え、これ何年生きてんのってぐらいでけえ金魚いたりさ。こういうレベルの金魚。そうそう、懐かしいよね、こういうお店の感じも。このね、カウンターがいいんだよ。見てあげて、天井からぶら下がってる。キャーメンの方。あ、はい。おお、すげえ。はい。あ、すごい。あ、本当だ。なんか違う。カレーライスを使いってる。美味しそう。はい、こっち。すげえボリュームだな。すげえ。全然チャーメンがでかい。すげえいい匂い。うわー、美味しそう、これ。美味しそう。どうして？これチャーメンすごいあれですね。なんかあんが粘り気があるというか、すごいこれが麺に絡まって美味しい。美味しい。これ普通盛りっすもんね。え、普通盛りっすよね。これで普通なんですか？すごい量だな。いや、女性も踊りたくない。踊りつけば。おかわりください。すごい量よ。いやー、堪能しましたね。
わからないわ。量が多い。